はいどうも、タクタクです。拡散希望やっていきましょう。いや、長いこのシリーズ長いな。もう悪い意味じゃなくてね、悪い意味じゃなくて、うん、結構長いですね。ここまで君みんな結構バテてるかもしれないけど、結構もう物語も佳境だからね。みんな頑張ろう、行こう。放送開始から30分が経過しようとしていた。時間が経つにつれて番組の話題性が大きくなり、モノログはもちろん、あらゆるものを媒体とし、死ぬ欲を止めようとするこの行動は日本中に認知された。それに比例して、二階堂たちが用意した音声ファイルへのアクセス数も、激増の一歩をたどっていた。これはもちろん計画通りであり、喜ばしいことだ。しかしながら一つの懸念材料があった。それは用意したサーバーへの負荷である。アクセス数が増えれば増えるほど、西大寺と、清水が作ったサーバーには負担がかかる。 100MB という大容量のファイルを大多数の人間が一斉にダウンロードしようとしているのだ。脆弱な、サーバーではすぐにアクセス不能となってしまう。軟弱なかな。あの、番組を見てダウンロードしようとしたけど繋がらないという苦情の電話が寄せられてきてるんですけど。お、サーバーがダウンした。え、恐れていたことが起こるか。西大寺先生、まずそうですか。正直もういっぱいいっぱいって感じだ。パソコン室に清水を置いておいたのは正解だったな。あれだ、再起動させる。え、どういうことですか。清水に指示を出して状況を見ながら設定を変えてしのいでいる感じだ。あいつ役に立ってるよ。そうですか。しかし、分からん。このままアクセス数が増えれば、多分持たないぞ。ほう。向こうのサーバーはいっぱいいっぱいか。こちらが手を出せなくても自滅するだけだったか。俺だ。芹沢様、サーバーを特定しました。さつき橋高校のパソコン室からです。ずいぶん早いじゃないか。破壊しに行け。セキュリティが皆無でしたから、人員をもう送り込んでますので、すぐに破壊可能なはずです。よくやった。セキュリティもかけてないとはな。これ、あれなんじゃ、もしかしたら二階堂のこれが本当の作戦？いや、まあ、こう、ね、その、死者を捕まえてみたいな。いや、違うか、わからんな。所詮ガキの考えることか。壊す必要はなかったかもしれないが、まああいつらに絶望を与えるのも悪くないだろう。びっくりした。ちょ、ま、着信をまた。あの線香こき使いよって。切るの忘れていた。あー、これこっちに刺したらええんか。お、なんか走ってくる音がするぞ。な、何やお前ら。全然そんなことない。お前ら何しとるんや。やめろや。ぐわー。くそ。清水大丈夫か。壊してる壊してる。いやろな。なんだ、どうした、どうしたんですか。なんでサーバーが全部繋がらなくなってる。なぜだ。壊してるかな。清水くんからだ。もしもし。すまん、サーバー壊されてしまった。え、すまん、すまん。変な奴らが現れて全部壊していきよった。これ予想外だったみたいだな。清水は何て言ってた。変な奴らが現れてサーバーを全部壊されたって。何、クソ。あの、繋がらないって苦情の電話が急に激増したんですけど、何かありましたか。あ、その…一時的に障害が起きてるみたいです。時間を少し置いて、何回か試してくださいって言ってください。わかりました。よくある回答だな、これはな。西大寺先生。うん。まずい。早急に何とかしないと。もうどうしようもできないでしょう。時間がないしさ。ただいま、当番組が使用している回線に障害が起こったようで、一時的につながりにくくなっております。お手数をおかけしますが、少し時間を置いてアクセスをお願いいたします。なんか無理っぽい。これ死ぬ、みんな死ぬ、みんな死ぬんでないかい、これは。
どうした、何か問題でもあったの？お前最悪や本当に。あんたの仕業か。おいおい、言いがかりはよせよ。芹沢。なんだ、どうした、そんな怖い見えつきをして。俺だけでも助かるって言って、ここでぐさりと行こうぜ。清水くん、電話口で泣いてたあの清水くんが。ほう、それはかわいそうだな。絶対に許さない。許さない、どうやって。やれ、行け、二階堂、させ。サーバーはもう壊れたんだぞ。どうしようもないだろう。俺ならもうこの辺で鈍器的なもので。終わりなんだよ、もう終わり。どういう状況かわかんないけど、なんか硬いもので頭をぐしゃぐしゃ。どうした、何か言ってみろ。力すくで。許さないって、どうするんだよ、言ってみろよ。終わりだ、終わり。早くこいつを、こいつをやろう、やろう、本当に。もう、もう手を、俺が手を下しそうだ、早く。二階堂。どうした？どうした？どうした？安藤さん。どうした？待たせたな。お、急に、これは。何か打開させする的な、なんか音楽が流れてるぜ。安藤さん、どうでしたか。どうでした。お前の読み通りだったぜ。ほらよ。お、すごい。安藤さん、ありがとうございます。なんだ、お前には秘密だ。西大寺先生、これを。お、これ安藤さんがやってくれました。何を。ちょっと待て、これ一体いくつサーバーがあるんだ。何が。おまけ話は後だ、先生やっちまってくれ。わかりました。なサーバー、安藤が手渡した紙にはサーバーを提供してくれる都内の中小企業の会社名とサーバーの詳細が書かれていた。なるほど、そういうことか。その数実に18社。もう絶対無理だな。二階堂たちはここで18社の企業からサーバーの提供を受けることに成功したのだ。西大寺はすぐさま設定へと取り掛かり、壊されたサーバーの問題を解決へと向かう。はい。なんだ、どうやって18社もの企業サーバーを借りることができた。お前らにそんなつてなんか。あったんです、一つだけ。お、一つだけ。何。そのつては半年前の事件ですよ。半年前の事件。あ、死んだ人、なんだっけ名前。この人、この人。JS ネットサービスという IT 企業の専務だった坂本圭吾。彼が拳銃で小南さんを撃ったことが、皮肉にも僕たちを助けることになったんです。どういうことだ。もともと私たちはパソコン室に用意したサーバーだけで戦うつもりはなかったんだ。お、アクセス数が増えれば増えるほどサーバーへの負担は大きくなる。携帯電話会社相手に個人が作成したサーバーで太刀打ちできるわけがないからな。うん、それはなんとなく思っていたぞ。それで安藤さんにあることをお願いしていたんです。本当なら番組が始まる前に手配できていればよかったんですけど、間に合わずにこの土壇場でそれが開花したんです。意味がわからない。これと半年前の事件と何の関係があるんだ。 JS ネットサービスは IT 企業で、安藤さんは大スクープを獲得する凄腕記者でした。安藤さん、JS ネットサービスの坂本圭吾はどうして拳銃なんか持ってたんでしょうか。あ、そんなこと俺が知るかよ。暴力団と関係があったとかそんなんじゃねえのか。それが考えられますよね。それに坂本圭吾の手腕によって JS ネットサービスは急成長を遂げています。何か裏がありそうじゃないですか。まあ臭いのは確かだな。安藤さん、JS ネットサービスの後ろめたい部分を突き止めてくれませんか。それを交渉の道具にしてサーバーの確保をお願いしたいんです。一日でか。ったく無茶ばっかり言いやがって。できますかね。あったよ、やってやる。なるほど。んで調べてみたら案の定真っ黒だったってわけ。ゆすりをかけたんですね。
うちの部下が撃たれた時はもうそれは驚きましてね。んでこんなことやこんなことこんなことまで出てきちまったわけなんですが、頼む、これを全部明るみにされてしまったらうちは潰れてしまう。ああまあ別に公表する気はないんですよ。じゃあなぜこんなことを調べる。いや何、ちょっと相談に来たまででね、今サーバーを貸してくれるとこを探してるんですわ。うちのサーバーなら貸す。だからお宅のところだけじゃちょっと頼んなくてね、もっと必要なんですわ。わかった、うちの子会社2社のサーバーも貸す。2社ですか。いや、お宅ほどの企業さんならさぞかし横のつながりも広いんでしょうな。まあ、もうできるだけも絞り出したと。まあ、そうやって合計18社のサーバーを貸してもらえたのさ。バカな。まさか中小企業全部のサーバーを壊していくなんてバカな真似はしないだろうな。うるさい、黙れ。安藤さん、本当にありがとうございます。よせよ、てめえのためだけじゃねえ。ここまで無茶かましてんだ、思いっきり行けよ。はい。お、思いっきり行く。どう行くんですかこれ。どう思いっきり言えんだ。使用しております回線の障害ですが、みんな一斉に行けと。視聴者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。どうぞ皆様からのアクセスを引き続きお待ちしております。これでいけると。番組が始まって50分が経過。一時は芹沢のサーバー破壊により接続できない状態があったものの、安藤の登場により復旧。視聴者は増大の一歩をたどり、ファイルのダウンロード数は200万を超えていた。おお、すごい。当然ながら携帯電話会社内は混乱の嵐に見舞われていた。はい、ただいまインターネットに非常につながりにくい状態が続いておりまして申し訳ございません。はい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 、人員を増員大して総動員で対処に当たっております。しかしながらテレビの影響が強いようでして。はい、あれ昼間に来てたガキだよな。ここまでするか、普通知るかよ。こっちはいい迷惑だよ。喋ってる暇だったら電話取れ。ほい、都心から規制かけてってかけないとも、もたない。かけないともたない。数年前からのスマートフォンブームにより、日本人の大半が高速通信可能なスマートフォンに移行していた。それに伴い各ユーザーの通信量も増大し、各携帯電話会社のインフラ整備は追いついていなかった。そういった時代の流れが二階堂たちに味方する。よし、二階堂、総ダウンロード数が300万を超えた。300万、すごい、すごいですね。1時間で300万、そんなにいく。あの、すいません、先ほどからまた URL に繋がらないというお電話が増えてるんですけど。これはもう止まったね。なんだって、二階堂、サーバーは十分に用意できたんじゃねえのか。すみません、その電話をかけてきた人たちの電話番号をメモして渡してもらえませんか。わかりました。電話が繋がらないってことかな。おい二階堂、大丈夫なのか。電話が繋がらなければもう聞いてんのか。繋がらないってどういうことだ。そういうことなんじゃない。まだサーバーが足りねえってのか。回線が切れたんじゃ。大丈夫です。おいおい、本当に大丈夫なのかよ。サーバーが持たなくなってきている。そうか、やはり無理だったんだ。いくら中小企業のサーバーをかき集めたところで大企業にかなうはずもない。二階堂、どうやらいくらサーバーを集めてもダメみたいだな。それはまだわかりません。ほう、どうかな。まだ回線は一社たりとも止まってないぞ。止まってないんだ。それに比べてお前らが用意したサーバーは悲鳴を上げてるじゃないか。わからないか、携帯電話回線ってのはやわじゃない。中小企業がいくら集まったところで大企業にはかなわないんだよ。あ、なんかこういろんなこと言われてるみたい。あ、なんか痛いなこの言葉。やっぱり芹沢も嫌なやつだ。かもじゃない、そうなんだよ。すぐにわかりますよ。ああそうだ、すぐにわかるだろう。すいません、電話をかけてきた人たちの電話番号です。とりあえず50人分あります。はい、これはもう個人情報漏洩なんじゃない。これはありがとうございます。西大寺先生、お願いします。お、何をするの。任せろ。
なんだ、何をやってるんだ。おい、俺にも教えろよ。すみません、すぐに終わりますから。本当に大丈夫なんだろうな。本当に。はい。サーバーが圧迫されて繋がらない連中が出てきているというのに、あいつの落ち着きは何だ。一体何を企んでいる。二階堂、渡された電話番号のキャリアを一通り調べたが問題なさそうだ。ほら。ありがとうございます。よし、思った通り、エントランスからの電話は一つもない。おい、一体何やってんだ。いい加減教えろよ。エントランスが一つもない。西大寺先生に頼んだのはサーバーの作成だけじゃなかったんです。ほう。サーバーだけじゃない。国内の携帯電話会社は4社あります。レーシス、セクターモバイル、エントランス、それにエントランスの子会社であるフリッグモバイル。この4社に勝負を挑んで勝てると思いますか。勝てると思いますかって、お前勝てると思ったからこの作戦やってんだろう。答えはノーです。携帯電話会社4社に勝てるとは思っていません。ほう。はあ、どういうことだ。困難を分割せよって知ってますか。僕たちが今勝負を挑んでいるのはエントランス1社だけです。エントランスだけだと。テレビで公表している URL に携帯電話からアクセスをすると、まずキャリア判別を行います。そして各携帯電話会社のために用意したサーバーに転送される仕組みになっているんです。サーバーの割り当てはエントランスが 80%、 残りが 20% です。お、なぜエントランスに絞ったんだ。残り 20% を3社に割り振っているんだから、エントランス以外がつながりにくいのは当たり前なんです。エントランスだけ止める気か。いえ、そうではありません。そうではない。萩原由里の携帯電話のキャリアがどこなのかわからない以上、全ての携帯電話会社の回線を止める必要がありますから。ほう。じゃあダメじゃねえか。狙いをエントランスに定められて、今頃エントランス社内はどうなっているでしょうね。何？それも慌ただしい状況になってましたよ。エントランス社長室。社長、都内でトラフィックがどんどん膨れ上がってます。規制で保てるか。 128KB の規制をトラフィックの多いところに順次かけていってますが、とても追いつきません。ふむ。番組の URL からソースコードを解析してみたのですが、狙いは我が社のようです。手持ちのサーバーのほとんどをこちらに仕向けています。我が社を狙い撃ちというわけか。規制乗り切れるとは思いますが、あちこちで接続しづらい状態がかなり続いてまして、コールセンターの方に苦情も多数寄せられているようです。それに比べて他社はほぼ問題ない状態のようでして、どうやら喉元にナイフを突きつけられて脅されているようだな。は？このまま番組終了までの時間、我が社だけが接続しづらいという集態を晒し続けるか、番組が指定している2分間だけを回線停止にするか。確かに番組側の希望に沿えば2分間の停止で済みますが、仕方がない。人命を優先して回線を停止させる。その方が世間への体裁がいい。2分間だけエントランスとフリックモバイルの回線を停止させるんだ。番組側に打診して用意しろ。了解しました。なるほど、これを狙ってたわけだ。え、でも他の2社はどうするの。携帯電話会社4社をまとめて相手にすることはできないと踏んだ二階堂は、最大時にキャリア判別のスクリプトを作成させていた。それによって狙い撃ちされたのは業界3位のエントランス。業界トップを、競うレイシスとセクターモバイルに比べると、エントランスのインフラ整備は劣っていた。3社を比べた際に最も回線が混雑しやすいだろうと推測されるのはエントランスであった。二階堂はそのエントランスの企業イメージに対して脅しをかけたのだ。言うまでもなく、携帯電話のつながりやすさというのは業界イメージに直結する。狙い撃ちされて回線を圧迫されたエントランスの最も恐れること、それはエントランスだけがつながらないという状態である。あ、セキュリティが皆無でしたから、人員をもう送り込んでますので、すぐに破壊可能なはずです。あ、このためか。エントランスだけを狙い撃ちにしていることをエントランスに知らしめるために、わざとセキュリティを皆無にしていたのか。ガキが。ちょっと難しい話になってきたな。あの、他は？エントランスから連絡がありました。19時29分から19時31分の2分間、エントランスとフリッグモバイルの回線を停止させるそうです。お、やりやがった。
残り2社はどうする？やった、二階堂、おめえはすげえやつだ。第一関門突破だな。残り2社、喜んでばかりもいられません。あと2社をあと20分ほどで止めないといけませんから。そうだな。で、これからどうするんだ？また1社を狙い撃ちにすんのか？そうですね、次は業界シェア2位のセクターモバイルを。待ってください。え、1位のレーシスを狙うのか？いえ、どちらも狙いません。お、はあ、お前何言ってんだ。要求を飲んでくれましたよ、的なことを。どちらかを狙い撃ちにしないということです。両方を狙います。え、ちょっと待て、レーシスとセクターモバイルの回線はエントランスよりも強力だ。2ついっぺんに相手するのはきついぞ。でもどちらかを狙っていたら間に合わないと思うんです。それに流れはこれでできたはずですから。流れ？はい、キャリア判別でエントランスとフリックモバイルからのアクセスを拒否することだけ設定してほしいんです。すでに停止させると言ってきたエントランスとフリックモバイルからアクセスされても意味はないからな。それはわかる。しかしレーシスとセクターモバイルどちらかに絞らないというのは。お願いします。わかった、そうしよう。二階堂、それで大丈夫なのか？はい、あとはどれだけ盛り上げられるかです。安藤さん、番組でエントランスが停止させると公表したことを大々的に発表してください。わかった。もう俺にはもうわからんが、もうこれホラーゲームなのか、これは。もうホラーゲームじゃないような気がするぞ。ここで速報をお伝えします。携帯電話会社エントランスが19時29分から19時31分の2分間、同社と子会社のフリックモバイルのインターネット回線を停止させるという発表をいたしました。発表された内容によりますと、慎重に協議を重ねた結果、企業利益よりも人命を優先するとのことで、お、各ユーザー様には大変なご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。人命というワードが結構あれよね、引っかかるよね。やった。引き続き当番組では死の予告を受けた人々を救うべくファイルのダウンロードをお願いしております。下記 URL にお持ちの携帯電話からアクセスしていただき、ファイルのダウンロードをしてください。皆さん、ありがとうございます。これで止まるのか？お、取り上げられたと。各方面で二階堂たちの行動が取り上げられ、話題は至るところに拡散されていく。半信半疑でテレビを見ていた者も感じ始める。エスロは事ではない現実なのだと。このデジタル社会の世の中で史上このようなことがあっただろうかと。これちょっと、これはいいね。携帯電話が世の中に浸透しなくてはならない存在となった現代社会、それが今日ほんのわずかな時間ながらも覆されようとしている。その身にひしひしと感じ始めているのだ。本当にデジタルの壁を破れるのではないかと。それほどにエントランスの回線停止は大きかった。これはもう19時29分までいけるのか。これはあと10分を切りましたね。これちょっといいね。ツイッターでバルスをつぶやこうぜぐらい盛り上がってるね。これはアクセス数はやばいくらい伸びてる。もう2000万を超えた。すごいな。どうなんだ、止まりそうなのか？ネットを見てると各地でつながりにくいとか、回線速度が遅くなってるって書き込みがありますけど。止まるには至らねえか。他には何か書いてないのか？番組への批判中傷もありますね。そうか、まあかなりの迷惑をかけているからな。でも放送開始当初から比べると賛同してくれている書き込みがどんどん増えていってるんですよ。なんだって？例の半年前の事件のこととか、今回の事件のことを自分なりに検証して本物だって訴えてくれている人がいる。それに吉岡の姿を見て応援したい、助けたいって人もかなりいますね。そいつはありがてえことだな。まあ一番多いのは楽しんでいる連中ですね。楽しんでる？ええ、この件をお祭り騒ぎで盛り上げているのが一番目立ちます。吉岡たちを助けたいっていう思いじゃなくて、ただ単に面白いから回線を止めてやろうっていう連中です。ふざけてやがるな。でも
そういう人たちがいるとかなり力強いですよ。理由はどうであれ、本気で止めようと取り組んでくれる人たちですから。着実に二階堂の描いたシナリオは動いていた。スタジオの誰も気づかぬうちに徐々に進行していく。まるで小さな火が徐々に周りに燃え移り、気づけば大炎上しているように、二階堂が放った火、その火が燃え広がっていく。諸君、携帯電話回線止めるのだ。拡散したやつ挙手。今ニコドーポカだな。レイシスとセクターモバイル、この2社の回線はとても強固なものだ。果たして回線に負担をかけることで止めることはできるのだろうか。その答えは、誰しもが難しいと口を揃えて言うだろう。でもこれだけ大きな騒ぎとなり、2社が止めるという実例ができたことは大きい。回線圧迫させることに意味があるんじゃない。日本中の人たちを巻き込んで大きな騒ぎとなるこのことに本当の意味があるんだ。セクターモバイル社長室。社長、さっきからクレームの電話が鳴り止まないです。そんなもの一日報告に来るな。繋がらないというクレームは減ったんです。逆になんで止めないんだっていうクレームが激増してます。はあ、エントランスがあんなこと言って停止を宣言したから、エントランスは止めたのになんで止めないんだと番組に載せられてます。くっ、勝手なこと言いやがって。もうコールセンターはパーク状態です。本気で呪いを恐れてる人から面白半分で止めろって言ってくる人まで後を絶ちません。回線がパンクせずにこっちがパンクするなんて予想外ですよ。予想外です。回線の方はどうなんだ、影響は出ているのか。都内で何箇所か接続状態が悪い地域が出てきていますが、規制で乗り切れている状態です。それよりも車内の方がてんてこまいですよ。企業イメージにも傷がつきますし、エントランスに乗っかって2分間だけ止めた方がいいかもしれません。くっ、社長ご決断を。くっ、よし、閉めろ。今2社を脅かしている回線の混乱ではなかった、止めろという社会の流れ。もう風評被害ですよ、これこそ。これが、いや違うな、これが一気に助長され、襲いかかってくる。エントランスが停止発表したことにより、この騒動が爆発的に広がり、多くのメディアを巻き込んでいた。まあ、その企業イメージっていうのはね、どうしてもあれだからね、どっかやったらどっかやらなきゃみたいな、人命に関わるんだぞみたいな、まあ、そういうのはね、あるからね。二階堂が言っていた流れとはまさにこのことだった。吉岡小泉の身を本気で心配する者、お祭り騒ぎで参加する者、呪いのつぶやきを拡散して恐怖する者、不信感を抱いて停止を批判する者、全てがネットによってつながり、議論する、知ろうとする。今何が起こっているのかを。二階堂が放った火は大炎上となった。消えることはもうない。あとは全て燃やし切るのみ。19時29分。やばい、あと5分。ギリギリ間に合うか。二階堂、もう時間がない。二階堂が死ぬからね。やれることは全部やりました。あとは信じるだけ。クソ、早く止めやがれってんだ。行け。あの、どうした？なんだ、どうした？どうした？今、セクターも起きた。ありまして、19時29分から19時31分の2分間、回線を止めるそうです。本当か？よっしゃ。早く行って。あと1社、あと1社。よし、あと1社。あと4分で止まるのか。早くテロップを出して。最後に残ったのは業界1位のレイシスか。レイシスが止まれば全部止まる。行け、レイシス。くそ、頼むから止めてくれよ。そうだ、また番組内でセクターモバイルが止めることを発表してください。あ、わかった。これ残り4分。ただいま新たに速報が入りました。エントランス、フリックモバイルに続いてセクターモバイルも停止を発表いたしました。これで残りはレーシスのみとなりました。引き続きお願いいたします。あと1社。時間がもう残り少ないですが、最後まで我々は諦めません。どうかよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。どうした、小弓、限界か。あ、倒れた。吉岡さん。
精神的にきつかったんだな。おい、カメラ止めろ。カメラ止めちゃまずい。吉岡さん、僕は倒れている吉岡さんを抱き寄せた。顔真っ赤になり熱が出ている。吉岡さん大丈夫？ごめん、こんなところで倒れてる場合じゃないのに。ごめん、無理させてしまって。ちょっと休もうか。でも時間がもうないから。カメラ回して。そんな、吉岡さんひどい熱じゃないか。でも頑張らないと。吉岡さん、ハハハハハ、美しい愛だな。おい、こいつこいつは芹沢。おい、カメラ回せ。え、でも。いいから回せ。わかりました。芹沢の喋ってるとこも映す的な。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。